この色、たまりません。こんにちは、花草人の尾崎純子です。今週の花つばカリブラコアティフォシーのアンティークシリーズです。カリブラコアティフォシーのアンティークシリーズ、ほらこんなにねシックな色なんですよ。こんなシックな色を生えさせるには、このような白い小花シルバーリーフを合わせるととても素敵になりますよ。こちらのジョルディ川村さんのティフォシーは4つに分けて使うことができますよ。組み合わせていくととても素敵にギャザリングできますよ。花草人ではこのようなギャザリングのレッスンオーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人 LINE アットでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花草人の尾崎純子でした。またね。かわいいのができてとても嬉しいです。はい、ありがとう。